第3ラウンドは8小節3本です。先ほどと一緒、誰か1人もしくは2人、そして最低でも3人出ていただくというルールになります。同じくビートを先に聞いてから、行きたいと思いますので、お互いのチームで見といてください。それでは行きたいと思います。続いての第3ラウンドのビートはこれだ。このビートでいきたいと思います。それでは各チーム8小節3本です。8小節3本になります。はい、それでは一斉ので一堂に出てきてくださいね。ゆっくりじゃダメですよ、もうポンと出てきてくださいね。のそうなしですよ。はい、行きますよ。そうやぞ、ほんまできるからな、こっちはステージの上から、はい、静かにしてください、ね、進めますよ。行きましょう、一斉のでポン。おいいですね、これ楽しそうですね。はい、2対1というコンビネーション中に1人がどういうか、さあ1人で戦えるのか、それともコンビネーションがいいのか、先攻後攻のじゃんけんをいきたいと思います。先攻後攻のじゃんけんしてください。先攻でお願いします。おお、じゃあ先攻じゃんけん勝って先攻シャミス、リベラルチームはシャミス、未明チームからはクラッシュとバチスタ。8が3本となります。8小節3本です。先攻シャミス、ここクラッシュ、クラッシュ&バチスタ行きたいと思います。8小節3本、レディーファイト。いや、まあちょうどいいぜ、俺は今回の試合切りは呼ばれてねえから、この場所でサクッと試合切り始めてやるぜ。Yeah. 俺に期待しろ、てかついでに思い出させてやる俺のヤバさを今一度。 Yeah. 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 強い男バトルだけとか言われてるけど、今年は楽曲でもかましてだから、自分のやるべきことを目の前のことから着実に、だからあんたら二人も金とボス MC。 Yeah. 俺はハングリーだけど自分が弱えと思ったことねえから、よっチャイキリでも俺がぶちのめす覚悟なのさ。よっ、そしてお前が思い出せって言ってるけど、俺はみんなが常にやべえと思ってるぜ。いや、確かに俺たちのヤバさをもう一回思い出せ、だから俺はここに立って誇りがあるぜ。お前も分かってる、楽曲でも頑張る二刀流なら大谷翔平、悪いけどお前この目の真ん中で公開処刑だよ。いや、まあそうなんです、でも常にヤバいって思われてるようじゃ変化がなくてつまらないと俺は思うぜ。いや、俺はバトル音源の大谷翔平で行くぜ、あともう一回見に行くぜ甲羅の挑戦。いや、そんくらい俺も覚悟があってもやってる、遊びの若手とは鼻からレベルが違え、食らった音楽はヒップホップじゃない、音楽だとしてもルーツをたどってここで交差するのが音楽だと思うぜ。おい、変化を求めるために自分から弱者を選ぶなら俺はそっちを選ばないよ、わかるか。いや、俺はやべえの上にやべえを重ねて、そういう変化、つまりこれが進化なんだよ。Yeah. 進化の対価、人類はずっと進化してるみたいな大げさなこと言いてるわけじゃねえけど、自分たちの身の回りのことだけをしっかり上げて、それがヘイポップだぜ。お前の意思も分かってるから、お前も最後任せよ。いや、俺も意思を持って生半可なものじゃねえ、俺も変化を求めて生半可なとこに足は突っ込まぬ、常に上を見てる、だけど浮き足はだだね、どんな MC にも食らいついていくのが俺のやり方だぜ。いや、ベテランと若手線引きされるこの界隈の中で、俺が何ができるかって、若手若手ってその中で頭抜け、さらに上の上を目指すための俺。いや、シャミス、一つ言っとくよ、お前が若手って言われたくねえなら若手じゃねえって口癖から直せよ。俺たちはラッパーだ、アダルトとかガキとか関係ねえ、マイク持ってるラッパーだからな。えよ、パチンサ君待ってくれよ、1対1だろ、甲羅の頂点取らなくてもしたぜ俺の存在証明、わかるか。まだお前は甲羅殻の中、からかわれた俺は卵の殻が割れて今だ。終了。素晴らしい試合でしたね、内容 もう伴って素晴らしいです。判定いきたいと思います。いきましょう、まずは先攻シャミス、後攻クラッシュ&バチスタ。もう一回見ますよこれ、次で分からなかった場合にもうあの行きます延長に。先攻シャミス、後攻クラッシュ&バチスタ、延長です。そして延長の場合は代表でいきたいと思います。8小節2本です。もうこっちは変わらないですね、はい、クラッシュでいきますか、クラッシュに行きますか、いいですか、ちょっと安そうでしたけど大丈夫ですか、大丈夫ですか。じゃあこの2人でいきたいと思います。はい、それではビートを先に聞きましょう。ビート、延長ビートはこれだ。寝てる暇なんてない、お金
2です。先攻後攻のじゃんけんいきたいと思います。よろしく。ここで、はい、じゃあ今度は先攻がクラッシュ、後攻シャミスです。延長8小節2本です。いきましょう。レディーファイト。Yeah, おめえがかっけえのわかってるから、年齢とかの話は俺しないよ。ラッパーとラッパーとして地元の話とかたくさんしようよ。岐阜だけか神奈川だけか、そこから作ったアンダーライン。俺は埼玉から抜け出し東京イナハウショーヤバさ証明しに来たよ。俺は岐阜県で生まれ、16の時に神奈川に渡って、どっちの街にも愛するやつがいるぜ。街をつなぐパイプロン、それも俺はあるぜ。ルーツは一つ、てかフットは一つだけ。だけどいろんな街を渡って増える仲間たち、それを俺は愛するぜ。Yeah, 俺もそれを愛す増えた仲間、今じゃプレッシャーと共に宝増えてきた。埼玉2フット一つでもホームはたくさんあるよ。俺のこのラップすればえよ、だから全てを跳ねのけてきた。ヤジやらプレッシャー、全てがネイチャー。俺の言葉飛ばす夜行列車。 Yeah, 俺がコーラに出た時とか、その後いろんなイベントに出た時とか、なぜか生まれた岐阜県の街のやつらが応援してくれる。それが俺のルーツってことだよ。 Yeah, いろんな街のやつがいる、それはあんたの埼玉イケてると思うね。俺も仲間がいて宝があって、頭から言葉を吐く、これはまるでバカだ。終了。それでは判定いきたいと思います。先攻クラッシュ、後攻シャミス。勝者クラッシュ、シャミスにも大きな拍手を。さあ、まあバッチリでしたね。もう中身最高にある試合でバッチリだったと思います。未明チームがこれで第3ラウンドは取りましたので、今2対1のポイントになっております。